日本語教育とは、外国語としての日本語、第二子どもとしての日本語についての教育の総称である。日本語教育とは通常、日本語を母語としない人に対し、日本国内外で日本語を指導することを指す。ただし、日本語を母語とする人を対象とする、国語教育を日本語教育と表す場合もある。日本国外での日本語教育は126カ国7。 地域で行われており、学習者は約300万人である。日本国内での日本語教育は、大学等の高等教育機関や日本語教育機関のほか、地域の日本語教室などで行われており、学習者は成人が約16万6千人、児童生徒約2万8千人と報告されている。また、日本語教育全般を取り扱う研究分野を、 日本語教育学と呼び、教育学の一分野として位置づけられる。日本国内日本国外中国チャンス省、人口における日本海軍士官による児童への日本語の授業1938年1月20日日本国内における日本語教育実施機関、施設等で学ぶ日本語学習者数は2015年11月、現在19万人に達している。 これら留学生の所属別では、法務省国事機関が最も多く約7万人、大学等機関が約5万人、国際交流協会が約3万人、地方公共団体及び教育委員会がそれぞれ約1万人となっている。また、在住外国人のために、各地の地方自治体や NPO がボランティア教師による日本語講座や日本語教室を開催している。 対象者は中国残留日本人古事記国者や日系人、国際結婚により来住した外国人女性などが多い。在住外国人増加につれ同伴されてきたり日本で生まれたりした日本語が母語ではない子どもたちが地域の小中学校等に在籍することが増えてきている。また、海外で生まれ育ったために日本語指導が必要な日本人児童生徒も存在している。 日本語指導が必要な外国人児童生徒は平成26年度で約2万9千人、同じく日本人児童生徒は約8000人に上り、うち約75%が小学校に在籍していると報告されている。このような児童が多数在籍する学校には日本語指導を行う教員を加配する措置がある。少数在籍の学校ではボランティア指導員が派遣される場合も ある一方、全く日本語指導を受けられない場合もある。母語が確立していないこと、教科学習を行わなければならないことなど、子供たちへの日本語教育は留学生や成人への日本語教育と異なる条件があるため、年少者日本語教育と呼ばれることもある。世界全体の日本語学習者数は2015年現在で約365万人である。 日本語は中国語と並んでアジアの主要な言語であり日本国外の主要な大学には日本語学科が設置され日本語を第二外国語として教える学校も多いさらにオーストラリア、ベトナム、フランスなどでは初等中等教育でも日本語教育が行われており学習者数は格段に増加する韓国の高校では日本語が第二外国語の一つになっており 中国語の次に履修率も高く、大学などでの履修者も含めると、世界最大の日本語学習国であったが、2011年の中東教育の教育課程改定において、第2外国語が必修科目から外されたこと、少子化が加速していることから、日本語学習者は全面し続けている。中国の日本語教育は、大学が中心だが、人口が多いので、 日本語学習者総数は95万人に達し、最大の日本語学習国となっている。日本語教育文法は、日本の公立学校で教わる、学校文法とは、その内容を意味する。下記は、その一例である。学習者にとって日本語は、外国語であるので、指導に際しては、外国語教授法が用いられる。言語学や、学習理論。 変形文法、認知学習理論、第二言語習得理論など様々な理論に基づいている。ありがとうございます。